が知ってる内容よりもなんかもっとマイナスな点をご自身で言っちゃうっていう自己解釈がやっぱりいいんですよね。これなんか円楽師匠とあえて謝罪会見の見本をこれ見せようとしたんじゃないかと、うん、それとあとあの大喜利で翔太さんに一つネタを増やすためにこれあえて会見やったんじゃないですか。翔太さんが司会やりやすいよ。なるほど、腹黒プラスこれが使えるからそうだとしたらすごい計算ですよね。だって錦糸町のホテルで撮られて帝国ホテルって書いてたらこの中もすごいですよこの辺りちょっとよくできてて別格ですよね。片隅落語界の片隅内緒して内政してど真ん中にいる人ですよおかしいでしょ、よく考えたらね本当にやられちゃいましたね。さあ続いてはこちらですが、歌舞伎俳優市川海老蔵さんの妻である小林奈緒さんが進行性の乳がんであることが会見で明らかになりました。病を隠しながらも続きました1万4000回を超えるブログの更新、そこにはがんと戦う知られざる家族の姿がありました。でもこうやって公表になってから少しやっぱりホッとする部分、うん、隠さないでいいというホッとする部分、その言葉の意味を私たちは夫が書き続けたブログの中に見つけていた。沈黙を守る1年8ヶ月、その間に書き込まれたブログの数はおよそ1万4000回、その端々に苦悩の日々が綴られている。始まりは妻から乳がんのことを聞かされた一昨年10月のことだ。二人でゆっくり黄昏れてます。一見明るく書かれたことは、そこには日本橋から見た夕暮れの中で真央さんの肩にそっと海老蔵さんと思われる手が添えられている。そのすべては会見の言葉とリンクしていた。日本橋のホテルで2人で話し合った時の私自身なんですかね、途方に暮れたというか、ああどうしようか、本当に何もできない。それからやはりその何かこう時が過ぎるのを忘れるような時をしばらく二人で過ごしたという思い出がございました。1年8ヶ月前、そして日本橋のホテル、二つのキーワードに合致する書き込み、さらにこう続いている。今日はゆっくり二人でお話ししてました。いつもは子供たちが楽しく遊んでいるのでなかなか話せないこととか、本当に支えられているのだなとつくづく感じます。私も真央に恩返ししなくてはと。嘘はかけない、しかし病は隠さなければならない。ブログにはそんな海老蔵さんの苦悩が垣間見える。例えばこれはがんが見つかる以前のもの。そこには笑顔でピースサインをする真央さんや夫婦の何気ない日常が屈託なくアップされている。ところが告知の日を境にその姿は影だけのものや顔を隠したもの、さらには子供と海老蔵さんだけに代わり、真央さんは時折映っても小さくマスク姿だけ。その顔もよく見ると少しむくんでいるようにも見える。専門家に治療の影響という可能性を聞くと、もしまあ顔が丸いということを考えるのであれば、例えば化学療法をするときに一緒にステロイドというのを使うことがあるので、そうすると少しむくみが出ることもあるでしょうし、あるいは薬の種類によって肌荒れをするとか手足のしびれ感が出たり、いろんな辛いことはあったと思うんですね。そういう可能性は否定はできないかもしれません。何気ない日常を見せながら戦っていた日々、そんな中、夫婦が直面していたのは、入院はずっとしてまして、はい、であのつい最近その通院という形が取れるという形になってきたので、通院という形で、いつ終わるとも知れぬ
入院生活だった。当然幼い2人の子供にはごまかしながら喋って、虫に刺されたんだよと、うん、ちょっと元気なくて病院で元気になるように、レイカと還元と元気に遊べるように、元気になるようにやってるからちょっと待ってねというような、母の不在。ブログの中にはかつて母が出ていたテレビの映像を寂しそうに見つめる子供たちの姿、そして男親が一人、慣れぬ子育てと格闘している様子も垣間見える。今日は真央も休んでもらおうでなのですが、やはり男一人で子供たちとお出かけするのは大変ですね。本当に世のお母様たちをリスペクト。子供のことを思うとね、本当に途方に暮れるなっていう言葉では、乗り切ってはいけなくて、やはり、まあ、父親としてこの状況を、まあ、逃げも隠れもせず堂々とドンと受けて、そして海老蔵さんのブログもまたそんな毎日を慈しむように何かが変わっていった。みんなで限られた時を楽しむ。今日は全てを忘れて真央との時間を大切にしたいと思います。そんな1年8ヶ月の中で、真央さんが唯一25日間もの間公の場に姿を現し続けたことがある。本人としてはやはりその還元の初お目見ということで覚悟を決めた上で向かったわけですね。まあ、歌舞伎の場合ですとその初お目見といっても25日間ですので、まあ私としましては本当にそれでいいのかっていう思いもありまして、ですけどまあ話し合った結果そういう形を取りたいということで、長男還元くんの初お目見。この時治療開始からすでに1年が経っていた。激しい副作用も考えられる中、果たしてそれはどれほど大変なことなのか、専門家に聞いてみると、例えば、まあ、これも家庭の話ですけど、その期間中に一時的に薬をやめて副作用を抑えるとかっていう手法もあるにはある。そうですね、例えば、まあ、3週間に一遍の点滴であれば1回そこは飛ばすとか、そういうことをする場合もありますよね。さまざまな副作用の中でその25日間だけでも抗がん剤を使わず体の自由を優先した可能性もあると語る土井医師。ともすればそれは命を削るとも言える行為だ。だからこそ夫は覚悟という言葉を使ったのだろうか。一方でそんな真央さんに対する夫もまた、真央に言ったら水餃子お土産欲しいとリクエスト。オケオケ。美味しそうに真央が食べてるのを見てると癒されてます。どうしてもこれが食べたいんだっていうことがある場合、まあいろいろ食事療法とかお医者様の見解はいろいろありますけれど、やはりまあ私の立場からすると好きなものを食べさせてあげたいなっていう気持ち。一見不幸の影などどこにもなかったように淡々と綴られた1年8ヶ月。しかしその日々は夫にとって子供にとって、まあ、非常におのおのが忍耐のいる1年8ヶ月、そしておのおのが非常にこう悲しんだ1年8ヶ月だったんじゃないでしょうかね。でもこうやって公に今日なってから少しやっぱりそのホッとする部分、隠さないでいいというホッとする部分、いつかあの時間は大変だったけど家族にとってはとってもいい経験になれた時間だったねっていうような会話ができるように、それを夢見てみな1年8ヶ月と言いますが、まあね、
600、700日、日々、積み重ねてきたわけですから。その言葉の通り、一昨日のブログには、まるで肩の力が抜けたかのように。よかった。病院まで来てくれた。アンガト。これでみんな今日は一安心です。子供たちが病室に来た。